はいどうもこんにちは。今回はパソコン系の動画です。ズバリ次世代のNAS環境を作るということで、NAS環境の 10Gbイーサー接続化に挑戦したいと思います。NAS とはネットワーク上に設置するデータドライブのことです。外付けハードディスクだと USB でパソコンと1対1でつなぐので、他のパソコンでデータを読み書きする場合は USB を差し替えないといけませんし、 iPhone などのモバイル機器では USB が差せませんよね。ですが NAS はネットワーク上に置くため、同じネットワーク内につながるいろんなデバイスから、しかも同時にアクセスしてデータの読み書きができてしまうんです。ドロップボックスとかワンドライブとかいうクラウドストレージを使ってる人も多いと思いますけども、そのクラウドサーバーを自宅に置いちゃった的な感じですね。現在の私のネットワーク環境はこんな感じ。 LAN ケーブルでつながる機器はすべて 1Gbイーサー、 つまり最大で 1Gbps の速度が出る環境です。多分ほとんどの人が Gbイーサーの環境だと思います。が、この環境で NAS を利用すると、Gbイーサーの限界値でもある 125MB/s 以上の速度はどう頑張っても出すことはできません。だったら Gbイーサー以上の速度が出せる環境にしてやろうということで考えたのが 10Gbイーサー 化というわけでございます。本当は全部の LAN 接続を 10Gbイーサー 化したいんですけども、それだとね、Wi-Fi ルーターやスイッチを 10Gbイーサー 対応のものに買い替えたりしないといけないので、もう余裕で10万円オーバーなコースになってしまいます。今回、最低限 10Gbイーサー の速度で使いたいのはメインパソコンだけなので、今回は費用節約ということで、パソコンと NAS を 10Gbイーサー で直接接続して、さらに Wi-Fi ルーターとはリンクアグリゲーションを用いて、Gbイーサー 2本の 2Gbps の接続にして、パソコンは 10Gbイーサー、他のデバイスは 2Gbイーサー で繋がるという環境を構築したいと思います。今後 10Gbイーサー 対応の Wi-Fi ルーターやスイッチが安くなってきたら追加で入れ替えればいいだけなので、特にね無駄も出ないかなという算段でございます。そのために今回買ったのが 10Gbイーサー 対応の NAS と NIC です。まずはパソコンを 10Gbイーサー 化させるために必要なパーツ、 NIC ですね。今回は TP-Link の TX401 という 10Gbイーサー 対応 NIC を購入しました。Amazon 価格で8980円、カテゴリー 6A の LAN ケーブルとロープロファイルのブラケットが付属してるぜって書いてますね。全部英語ですけども、さすがにトラさんでもそれくらいはわかります。カテゴリー 6A の LAN ケーブル、かなり太いです。でも質は良さそうですね。ロープロファイル用のブラケット、これでスリムなパソコンにも使えるというわけです。ポートは1ポートで LED ランプを備えており、ヒートシンクや基板はすべて赤く塗装されていて、ゲーミングチックなデザインです。かなりコンパクトサイズなので、ミニ PC でも安心して取り付けられそうです。お次は NAS の開封。今回はテラマスターの F2422 という 10Gbイーサー 対応 NAS を購入しました。 Amazon 価格で 39,980円、これでも 10Gbイーサー 対応 NAS としてはかなりお得な部類です。中には SSD や HDD を固定するネジと、それを取り付けるネジ、ラベルシールなどが付属していて、なかなか充実しています。メインの本体は小型パソコンぐらいのサイズ感で、アルミの筐体がなかなかかっこよさを演出しています。ギリギリ3万円台で買える NAS としては充実していて、端子は上から HDMI、USB 3.1、 Gen1、 Gbイーサー 対応 LAN 端子が2つ、 10Gbイーサー 対応 LAN 端子が1つ、 DC 端子が備わります。前面には電源ボタンや LED ランプが備わり、ドライブウェイは手動で開きます。2台までの HDD、SSD を挿入可能です。ドライブマウント本体や、マウントの開け心地っていうのはかなり安っぽいっていうところがちょっと気になりますけども、頻繁に開け閉めしないので、別にいいかな。底面には通気口が備わります。ということで、こやつらの説明はこれにて終了。取り付け作業に移ります。まずは F2422 にデータドライブを取り付けていきます。今回はウエスタンデジタルの NAS 用レッドシリーズの SSD2TB を取り付けます。取り付けは簡単。 SSD と書かれた枠に SSD を合わせ、背面を3箇所ネジ止めすれば OK です。ちなみに HDD を取り付ける場合は背面3箇所にネジ止めするだけなので、 SSD でも HDD でも簡単に取り付けができます。あとはマウントしてあげれば事前準備は完了です。
ドライブをマウントできたら LAN と電源をそれぞれ接続してあげます。初期セットアップの際は 10Gbイーサーポートは使用できないようなので、 Gbイーサーポートと Wi-Fi ルーターを接続してあげます。まあ、この時ね、インターネットにつながっているルーターに接続してあげるのがいいと思います。パソコン側の作業も先に完了しておきましょう。マザーボードの PCIe 端子にアクセスします。この TX401 は PCIe3.0 規格の ×4 レーンを使いますので、 ×4 以上に対応している PCIe スロットに TX401 を挿入します。今回は Z390 トマホークという MSI のマザーボードに取り付けましたが、グラボを挿しているので2段車の ×4 スロットに TX401 を接続しました。スロットと端子の幅が合いませんけども、これは特に問題なく使えます。パソコンを開けたついでに新しく新調した A データの 2TB の M.2SSD も挿入しておきます。 HDD 完全排除です。スロットへの接続が完了したら、パソコンを起動しドライバーを当てます。デバイスマネージャーを起動させると、こんな感じで新参者がいるぞとマークが出ますけども、すぐに住民票ならぬドライバーが勝手に当たって TX401 を受け入れるようになります。ちなみにですけども、パソコンと NAS 間を、10Gbイーサーで接続する場合の LAN ケーブルについては、カテゴリー 6A の LAN ケーブルを使いましょう。10Gbイーサーで通信できない可能性があります。それではいよいよ F2422 の初期セットアップに入っていきます。基本的には NAS の IP アドレスを、ブラウザーなどに打ち込んで、Web 設定画面を開いてあげて、画面の指示に従ってポチポチしていくだけです。OS のインストールは SSD で約1分半ほどで完了します。OS のインストール後、NAS が再起動するので、デバイス名や管理者用のアカウントを作成します。作成が完了すれば、このようにホーム画面が表示されました。パソコンのようなデスクトップ画面が表示され、上部にタスクバーが設けられているところなどを見ると、GUI ベースで管理がとっても楽ちんだなと感じる部分ですね。一応 NAS の設定画面までは入れましたけども、今はルーター経由での 1Gbイーサー接続です。なので 10Gbイーサーのニックでこのパソコンと通信できるようにアドレス設定を施します。ネットワークインターフェースの画面を開くと、LAN が3つ表示されます。LAN1 と2は 1Gbイーサーポート、LAN3 は 10Gbイーサーポートなので、今回は LAN3 の設定を編集します。今回は、192.168.60.1 すら24のセグメントに配置しようと思うので、F2422 側の IP アドレスを192.168.60.1としました。で、ここで大事なことなのですが、MTU 値は手動で9000にしておきます。この値は基本的に意識することがない部分なんですけども、交代機接続する場合は、この値を大きくしておかないと、データのフレームが不必要に分割されてしまって、通信速度が伸びません。もし 10Gbイーサー化したのに速度が伸びないという人がいたら、この MTU 値を触ってみましょう。F2422 側の設定が完了したら、 TX401 を挿入したパソコン側の IP アドレス設定も同じアドレスレンジになるように設定しておきます。今回はパソコン側を 192.168.60.2 にしました。ネットワークとしては NAS をつなぐ 10Gbイーサー用とルーターなどがつながる 1Gbイーサー用は別セグメントになるので、第3オクテットの数字は別のもので設定しています。次の作業は私の環境では使えるという機能なので任意の設定になるんですけども、ルーターとの接続にリンクアグリゲーションを設定します。これをすると 1Gbイーサーの端子を2本束ねて 2Gbps で通信できるようになります。なので NAS とルーターに LAN ケーブルを2本挿すというわけですね。まあ効果がどれぐらいあるかはわかりませんけども、まあ、できるなら使っておきたいという感じかな。そうこうしている間に設定できました。ただ、NAS 側でリンクアグリゲーションを設定しても、ルーター側がそれに対応していなければ意味がないので、ルーターのリンクアグリゲーション設定もちゃんとしてあげましょう。設定が完了したら、F2422 のデスクトップ画面から IP アドレスの取得状態を確認して、きちんとした設定の値になっていれば OK です。NAS への通信ができるようになったら、次は共有フォルダーの作成です。フォルダーがなければ NAS にデータを保存できないので必ず実施します。共有フォルダの設定から、フォルダ名や権限、パスワード設定、ゴミ箱の設定などを施して保存します。どのユーザーにどのフォルダをアクセスさせるかの権限設定もできるので、加速ごとにフォルダとアカウントを作って個別に保存することもできます。
Windows で使用する場合は SMB、サンバプロトコルが有効になっているかを確認しておきましょう。フォルダを作成したら、エクスプローラーなどで IP アドレスやデバイス名を打ち込んで、フォルダに権限を与えたアカウントでログインしてあげれば OK です。フォルダにアクセスできるようになったので、早速 F2422 の実力を見ていきましょう。まずはクリスタルディスクベンチマークから。最初は 1GB イーサーと SSD の組み合わせでどれぐらい速度が出るのかっていうのを見ておきます。結果は読み込みで 118MB/秒、書き込みで 107MB/秒です。通信速度も 900Mbps 以上出ていて、Gbit イーサーの限界近い速度が出ています。HDD に比べるとシーケンシャル速度が速いですけども、それでも LAN 経由で通信するとかなり遅くなってしまいますね。お待ちかね、今度は 10Gbit イーサー接続での検証結果。読み込みでは驚異の 700MB/秒超えを記録。タスクマネージャーでも 5.7Gbps とかいう見たことないような表示が出ています。書き込み速度でも 546MB/秒と SSD の限界近い速度を叩き出しており、待機も 4Gbps 以上を記録しています。SATA 接続の SSD なので、SSD 側がボトルネックになって、この NAS の最大速度には到達していませんけども、SSD でレイドなんか組めばもっと爆速になるかもしれません。次に 10Gbit イーサー接続でのファイル転送速度を見ていきます。15個 25.6GB の大容量動画ファイルを M.2SSD から NAS へ転送しましたけども 450MB/秒 前後の速度が出ていてめっちゃ速いです。約1分ほどで作業が完了しました。今度は NAS から SSD にさっきの動画を転送。こちらは少し速度にムラがありつつも 470MB/秒 付近に到達することもあり爆速体験させてくれました。ただ 10Gbit イーサーフルで使うような通信は NAS 側に結構負担がかかるみたいで CPU 使用率は 50% を超えることもしばしばありました。 CPU 温度は問題ないんですけども SSD 本体の温度が少し高くなっているのは気になりますね。クーレンファンが搭載されてはいるんですけども、この時なんか OS のバグで正常に回転しなかったことが原因みたいですね。この後アップデートがあってファンが回らないっていうバグは直りました。今度は ZIP ファイルの回答をしてみます。FF15 ベンチマークのダウンロードファイルを回答してみましたが、速度は 1Gbit イーサー接続とは 1.5 倍以上の差が出る結果となりました。M.2SSD でも 120MB/秒 いかないくらいなので、NAS であることを考えても 10Gbit イーサー接続マジで快適です。ここからはおまけですが、Wi-Fi 6対応のルーターを用いてこの NAS に接続した場合の速度結果も記録しておきました。どっちかというと Wi-Fi 6がすげえって話になっちゃうんですけども、これだけの速度が Wi-Fi でも出せたら 10Gbit イーサー接続にしない限り有線はいらないかなって思わされちゃいますね。最後に F2422 について軽く紹介をして終わります。この NAS には特別な設定をしなくても外出先などから NAS 内にアクセスできるリモートアクセス機能が搭載されています。スマホアプリもラインナップされていて 4G、5G などのモバイルデータ通信で NAS のデータを見れる。まさにやってることはクラウドそのものです。速度は回線速度に依存しますけども、正直動画視聴などは 5G 環境でもちょっと難しいかなと思いますね。画像データや書類などを確認する必要があるなど緊急用として考えておくのが良いのではないかなと思います。その他にもこの NAS、サーバーとして普通に稼働できます。アプリケーションを自由に追加できる仕組みになっているのですが、ワードプレスやメールサーバーなどの公開用アプリや DLNA、VPN サーバー、その他バックアップユーティリティなど、これらの分野に専門的な知識がある人にとってはかなり遊べる NAS になっています。アプリのインストールもとても簡単なので、これから勉強していきたいという人にもおすすめかもしれません。というわけで今回は 10Gbit イーサー接続に対応したテラマスターの F2422、そして TP-Link の TX401 を買って次世代 NAS 環境をちょっと安く構築してみました。いずれはこの 10Gbit イーサー接続が標準になっていくんでしょうけど、この次世代通信、あなたも体験してみませんか？ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。